今日は戻られないみたい。そんなに気を使ってもらわなくてもいいのに。うん、わかったわ。もうすぐ来るんじゃない？できましたよ。ダメよ。もうちょっと我慢しなさい。ほら、よかったわね。あ、私が呼んできますね。なぎささん、合格おめでとうございます。おめでとうございます。3人ともありがとう。ちょっと見てくるわ。どうしたの？花？せつな？まあ、せつな君がわざわざ。うれしい。まあ、なぎささんも喜んでるからいいんじゃない？いい人ね、せつな君って。そうかな。彼も呼べばよかったわね。あら、残念ね。なぎささん、一杯どうぞ。ありがとう。つかさちゃん、何してるの？つかさ、一曲歌いなさいよ。先輩、グラス空いてますよ。
つかさちゃん、うん、今日はすっごく楽しかった。ありがとね、つかさちゃん。みんなの気持ち、とっても嬉しかったわ。一緒にお風呂に入ってるわ。今日は多分夜中まで騒いちゃうかも。後で一緒にトランプしましょうね。私、明日からまたしばらく家に帰るわ。ちょっとやらなきゃいけないことがあって。中途半端でごめんなさいね。ありがとう。それじゃ、また後でね。それじゃあ、あとはよろしくね。渚さん、今度はいつ頃会えますか？またすぐ連絡するわ。それじゃあ、またね、みんな。あ、渚さん、途中まで一緒に行きましょう。私、これからお店番なんで。よかったら冷やかしにでも来てくださいね。つかさちゃん、みおちゃん、またね。お先に失礼します。みんな帰っちゃったね。もっとゆっくりできたらよかったのに。ねえ、司はこれからどうするの？そっか、どっか遊びに行く？ちょっとは考えてよ。どこがいいかな。ゲーセン、ファーストフード、買い物。いろいろあるね。よし、遠出しよう。着いてからのお楽しみってことで。お店もあるし、便利だし。
て、トンビばっかりじゃん、うちの方って。さて、どっかでご飯食べようか。それとも、司は何か買い物する？よし、司のおごりで何か食べよう。安くて美味しいとこ、紹介するからさ。寒くない？少し。でもコーヒー飲んだらちょっと暖かくなってきた。こうさ、透き通った空気を感じられるのって気持ちとかが敏感になってるからだと思うんだ。だから人のぬくもりとかも大事に感じられるのかもしれない。結局、ぼーっとしただけで終わったね。だね。どうしたの？しょうがないな。私が付き合ってあげるよ。渚さんほどできないけど、家事手伝ってあげるよ。あれ？司さんもう練習終わり？そうだったんだ。そっか。じゃあ今日は栄養のあるものを取らないとね。あ、焼肉いいね。でも生焼けとか食べてお腹壊したら嫌だし。試合終わったら焼肉にしよう。励みになるじゃん。頑張れ。先輩、おはようございます。
輩も早いですね。あ、私もです。5時ぐらいに目覚めちゃいました。気合い入ってますね。すごいところが来てくれましたね。ですか。先輩ならきっと大丈夫です。だって今日のスタメンに選ばれたじゃないですか。ええ、頑張りましょう。それじゃあ私準備がありますんで。先輩、また後で。始まってなかったんだ。おっす、応援に来たよ。いつになく気合入ってたから気になったんだよ。実は試合とか見られるの恥ずかしい？楽しみにしてるよ。あ、あの人いるね。だよね。1年の頃からいるんでしょ。つかさも目立てばいいじゃん。ハットトリック決めたり、PK 決めたり。ま、頑張って。先輩、もうそろそろ始まりますから、集まってください。Yeah.
先輩、汗拭いてください。風邪ひいちゃいますよ。そんなことはないですよ。向こうも必死なんです、先輩たちに負けないように。はい、そうです。私は先輩たちの勝ちたいって気持ちが負けてるって思いません。前半戦を見ててそう感じてました。だから私はその気持ちを最後まで信じてます。
向こうも必死なんです。先輩たちに負けないように。いらっしゃい。